ドラゴンもう一回、ドラゴンもう一回力貸してくれんか。俺にドラゴンもう一回力貸して。ドラゴン頼むわ。ドラゴンもう一回力貸して。今ねちょっと待って、俺の中で通じちゃってもん。俺の中でね、ドラゴンとね、ドラゴンがいいよって言ってる。自信ねえなー、技防ぐの。おい、ゾウホの技防げるのか。とりあえず全員、全員 B ね。A、こっちは A ね。それでもう見分けつけるわ、技の。さあ、誰が行く？うん。OK！ スターライト。ゾウマにスターライトはかなり効くからね。でもゾウマだいぶ倒してるっちゃ倒してんだよな。だからワンチャン本当にゾウマって削りやすい敵なんですよ結構。 OK！ 泣き顔漏れ。 OK！ 泣き顔漏れ強い。 OKOK！ ナイトエッジね。オッケー。さあ、モンスターマスターズ、モンスターマスターどうなる？うん、暴れ後ろに。さあ、頼む。誰だ？お前は。お、デンダーミュードラゴン！マジか、お前。もう一回、もう一回俺に力を貸してくれるか、ドラゴン。何これった、これジオスパックかな。でも嘆きの亡霊とナイトリッチいるから多分ね、意外と耐えてると思うよ。何これった、これこれなんだ、これナイトリッチの嘆きの亡霊のおかげでだいぶ耐久力あると思う。行くぞ、これだ！マジックバリア！マジックバリア！これマジックバリア！これマジックバリアはず、絶対。OKOKOK！ 多分大丈夫、合ってる。でしか。で、嘆きの亡霊って普通に使うとバギマが邪魔なんですよ。ただ今回ゾウマ戦においてバギマ邪魔なんですけど、第3の技がね、スカルバイト、バギマが変わってくれるんで、つまり嘆きの亡霊が打撃オンリーになってゾウマにすごく効果的になるんですよ。いや、これはマジで強いと思うよ。これマジで強いと思う。だから、どうしても同じパーティーの枠になってしまう、申し訳ないけど、もうこれはもう、こだってらんね。こだっていられねえ。これこだわってる場合じゃないから、こればっかりは。これ向こうね。こんなんもう、こんなんさ、鬼みたいな縛りやってんだからさ、モンスターにはこだわってらんねえよ、さすがに。ドラゴン力貸してくれるの、今回も。これ全然両方が買い抜きか。ごめんな。よっしゃ、牛田はよし通じ合ってんな、本当に。牛田はと俺怒られるよ。牛田はと俺って言うと怒られるな、その辺りの人たちに。でも今回ドラゴンも一緒にいてくれるってすごくない？覚えたぞ、ドラゴン。お前ドラゴンマジでお前有能だわ。なるほどね。スカルバイトこんな感じか。で、こんな感じって言うと全然わかんないけど。はい。はい。はい。打撃をちゃんと引ければ、かなり削れる、ゾーマは。だって、なんだったら俺光の玉なしの？光の玉なしのゾーマはさ、12500の状態を削り切ってるぐらいだからね、ほとんど。だから、それを理解していればゾーマは削りやすい敵ではある。どうしよう、緑でいくか。光の玉の根茎もあるし。勇気を込めるのだ。負けたら光の玉ね。負けたら光の玉いこう。勇気の力を よし。よし。順調だ。これ、砂煙のタイミングちょっとわかんねえな、電電流使ってたのに俺。
結構。よし、オッケー、いいダメージ与えてんじゃない。さらにマインドブレイク、オッケー、力ね57しかないな。敵の亡霊もね弱点をつければしっかりダメージ入れよ。オッケー、光の弾使っていこうか。押し切れる、押し切れるんだったら押し切るよ俺は。押し切れるんだったら押し切る、押し切れるんだったら押し切ろう、その方がいい。いてつく波動とかのリスクを考えた方がいい。なるほどね、そうそう、こういうことよ。リスクを考えた方がいい。そのだから普通に削った方がいい。なら暗黒の剣に、はい、 OK、まだか、まだか、まだか。オッケーオッケー。熱気だー、この辺りやと思うよ。なんだこれ、メラゾーマっぽいな。でもメラゾーマっぽいよな。うん、何、オッケーオッケー、スターライト、はいはいはい、オッケー。まだまだ削り切れるよ。オッケー、まだか、まだか、結構結構だ。ここで、うわっ、そこで叫んの。あと誰残ってる、あ、牛沢頼む、倒した、オッケーオッケー、ここも順調。次こえー、光の玉、光の玉絶対使おう、光の玉絶対使ってこう、光の玉を絶対使う、うん、1ターン目に光の玉を絶対に使う。風のマントできるかな、風のマントできる自信ねー、俺風のマントできる自信ないんだけど。そのやと1ターン目あえてルビス出てもあんのか、塩梅でルビスを使えば耐えれるかな。嘆きの亡霊ナイト1、モンスターはほとんど完璧だから、今回。風のマントよりルビスの守り安定取った方がいいんじゃねえか、もしかして。その説あんな。待って、まず、光玉使おう、絶対。こいつがマジでやばい、光玉使わないと。光玉、光玉。絶対忘れない。光玉、何度も出したら、できるはずや、俺ならできる。光玉、絶対使おう。大丈夫。絶対使える、絶対使える。大丈夫、大丈夫。いつも使ってる。いや、緊張してきた。命令を与えるのだ。頼む、しっかり、よっしゃよっしゃ、頼む、俺に、よし、きたー、危ねー、よしよし、大ブラック闇の衣を剥ぎ取った、オッケー、龍のチームに命令を与えるのだ。で、1ターン目ルビスで行こう。アンバイ取ってもいいと思う。ナイトリッチとか嘆きの亡霊いるから甘いが効くと思う。だいぶ今までのチームたちと違ってだいぶ甘いが効くパーティーになってる今回。ドラゴン電電流で、ナイトリッチ嘆きの亡霊やろ、だいぶ甘い効くじゃん、効けるに。なんだこれ、なんだこれ、あ、呼び声かよ、呼び声じゃんこれ。うわ、呼び声やだな、ダメージ勝ってるかな、結構アシスくんなら誰か分かんないけど、あ、でもひるんでない、いいよ。スカルバイトが襲いかかる、ちょっとスカルバイト分かんねえ、ごめん、スカルバイト分かんねえ、あのスカルバイトだけは本当にごめん、わかんねん俺やったことないから。主人公動いてたのか、
オッケー、イヤホン当たってしょうがねえ。ドラゴンは激しい炎でもテールアタックでも弱点つけるよ。ん、何だこれ。ナイスガード、何かガードしてるね。で、デンデニウムドラゴンも炎のと打撃持ってるから、どっちもどっち出ても大丈夫。オッケーオッケー、デンデニウムか、これは。オッケーオッケー、わかんねえ、替え抜き。ん、何これ。はい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 、オッケー。ここつばぜり合いね、ここつばぜり合いしよう、ちゃんと。ここつばぜり合いしないとやばい。で、どうしようかな。見えない見えないけど立ち向かうぞ。俺は一発でクリアしている。行くぜ、ミドル。よし、いけるかも。マジでいけんじゃねえか、これ。本当に、え、マジでいけんじゃねえか、これ。マジでいけんじゃねえか、これな。え、これいけんじゃない、本当に。早すぎるな、これは。2ターン目か、今。まだ悠長に。このボタン押しの下手さやと3ターン目で光の弾は絶対無理や。おいね、きれい。早すぎ早すぎ。オッケー、牛田は。オッケー、順調だ。ここは普通に普通に行こう。まだ3ターン目、 HP は十分あるはずなんだよ、絶対。やけに長く感じるわ、1ターンが。これはてか結構精神使うよ、これ。これ結構精神使うわ。あのね、見てる人は面白いと思うけど、結構やってる方結構精神使うんだね。もう集中してるもん。なんかねえ、あんま喋れないよね、本当に。これめっちゃ頭使う、めっちゃ頭使うな、これ。この縛りプレイ、いや、思いのほか集中しやんとあかんねやな。結構疲れる、本当に。でも雑談とかできねえもん、全然雑談できない。めっちゃ集中しないといけないもん、こう攻めると。なんか食らった、なんか食らった、もう全然わかんない。でも耐えてる、絶対耐えてる。大丈夫大丈夫大丈夫、まだ耐えてるね。マインドブレイク、ダウンロードしてもいいと思う。うーん、どうだろう、ルビスかな。4ターン目ルビスだな。これボタン押しが下手すぎるから、今回。おー、いいね、なんかワンチャンあるかも。あ、でもどうだろう、死者の呼び声食らってて光の弾の方がいいかもしんないな、これ。これで押し切りますわ。押し切りますならば、よろしいならば押し切る。天が言っている、ゴリ押せる。天が言ってる、押し切るって。君の声が聞こえるんだよ。くそ、下手くそみたいな。ここで、え、マジ、嘘嘘嘘。
マジか。マジか、マジか、ちょっと待って。マジかよ。マジかよーすごーい勝ってるすごーいあのね、ほら見て、18人も見てくるんですよ。もうみんな見入ってんね。俺のプレイに見入ったね。